吉本新喜劇は1962年9月から毎日放送で毎週土曜日12時54分13時54分に放送されている吉本新喜劇の公演中継番組である。吉本新喜劇所属のタレントによって行われているコメディ劇のうちナンバグランド花月にて公開録画されているものを放送。田平、今田東野 藤井隆山田花子、レーザーラモニー HG など多くの出演者を売れっ子として輩出したテレビ番組であり、松竹新喜劇と並び情報喜劇の双璧をなす。放送開始は1962年9月。長寿番組の一つに数えられており、演芸、バラエティ番組のジャンルでは、日本最長寿を誇る。近畿地方のほか、東海、中国、四国、 九州地方など主に西日本で長年放送されており、放送時間が土曜日の昼過ぎということもあって、学校から帰宅した後、親子で食事をしながら見る子供も多く、ここでの劇中で使われる言葉がテレビを通じ、子供たちの間で流行語となるほどの人気が出た。1997年から、この番組の全国版として、超、吉本新喜劇が東京から、 ゴールデンタイムで放送されていた。しかし、全国向けにアレンジされていたために、関西のみならず全国の新喜劇ファンの評判は、かんばしくなかったばかりか、出演者の間にも戸惑いが出る状況に陥り、停止調律のまま短期間で終了したが、同番組が新喜劇ザインを全国区の番組に出演するきっかけを作った。現在のオープニングは、 サムバディ・ストール・マイ・ヤルのテーマソングで舞台の鈍調が上がるものを映すものとなっており同時に出演者のスタッフロールも流れる2011年2月頃までは役者の名前と顔を一致して覚えてもらうために舞台に役者が初めて出てきた時も名前が再度表示されることがあった終了後鈍調が降りながらのエンドロールとして出演者とスタッフの一覧が流れる 1990年代後半には、本編終了後に、島田珠代などが進行する、珠代の玉手箱のコーナーなど、舞台前や終了後に、芸人二人が、フリートークするコーナーがあった時期もある。現在でも終了後にミニコーナーやイベント、在募集の告知が行われている。現在の座長は、小籔和人よ、川畑康史、スッチー、酒井愛の4名であり、 雑木作家と相談しながら台本を作成する。このほか副座長の座を主演にした作品も不定期で放送される。通常公演は収録日から2週間程度の間を置いてテレビ放送されることが基本であるが、時事性の強い作品はテレビ放送を優先することから、公演とテレビ放送の順番は必ずしも一致しない。また、 特番などによって放送日が収録日から1ヶ月以上後になった場合、4本の取りだめを放出するために調整集としてテレビ収録、放送が行われないこともある。制作局である毎日放送では、不定期で通常の新喜劇の他にロケ企画等を組み合わせた内容を放送時間を拡大して放送をしている。ただし、 毎日放送以外のネット局では編成上の都合から新喜劇本編のみの放送となる。毎年年始には吉本新喜劇お正月スペシャルとして前座長、在員が出演する特別版が放送され、毎日放送以外の遅れネット及び非ネットの TBS 系列局でも同時ネットで放送されるが、 通常の放送時間を拡大して後日、遅れネットで放送するつぼねや、編成上の都合で放送しないつぼねもある。2005年秋頃から、字幕放送を実施している。との部分は、人の顔と手の形を施した、独自の表示をしている。収録先となる大阪。 1000日前ナンバグランド花月では2007年2月22日から3月17日に HD 化工事が行われた。同年4月17日から23日から工事完了により毎日放送、中部日本放送の地上デジタル放送ではハイビジョン放送が実施されるようになった。ラジオ単営局として開局した毎日放送は 同じくラジオ単営局として開局した朝日放送と共同で大阪テレビ放送を合弁していたが、これを解消して新規にテレビ局を開局することとなったものの、1959年の開局当時は大阪、道島の毎日大阪会館に置かれた本社にスタジオが3つしかなく、 しかも上層階に設置された上にいずれも、競争のため使い勝手が悪く局内制作に限界があった。このため、毎日放送は地場で劇場を所有する工業主と業務提携を交わし、その劇場に放送機材を設置して、公開放送を行うことにした。終戦後に、舞台演芸から映画館運営へと経営の主軸を移していた吉本工業は、 映画の社用化を見通し、テレビ時代に見合うコンテンツとして、舞台演芸に再参入するべく、大阪、梅田にあった、映画館、梅田花月劇場を、演芸場に切り替える計画を進めていた。そこへ毎日放送が、大阪地区民放第四局として単独で、開局することになり、コンテンツ確保とスタジオ不足を一気に、解消できるとして、両者は提携契約を交わした。 こうして、梅田花月が毎日放送の放送機材設置場所に選ばれた。当時、吉本工業事業部次長だった、八田武雄は、テレビ時代の演芸の形として、梅田花月に観客を集めるため、所属芸人が、テレビで名前を売る場を設ける必要があると考え、全く新しいスタイルの経営劇を起こすことにした。この経営劇こそ、 吉本新喜劇の前身、吉本バラエティで、梅田花月と毎日放送双方の大看板になるべく、両者の社運をかけて立ち上げられた。毎日放送開局当日となった1959年3月1日、梅田花月も会場。吉本バラエティの初、公演、あちゃこの名月赤木山が記念番組として生、中継された。これが、 この番組の源流である。しかし、開局後しばらくはスポンサーが取りにくかったこともあって、新喜劇は不定期放送だった。やがて対象制約が、スポンサーにつき、サモン日曜お笑い劇場のタイトルで、日曜正午から45分間にわたり放送された。初期は、当時毎日放送のキー局であった、ネットテレビをはじめとする同系列全国同時ネットで、放送された。 しかし、笑いの思考が全く異なる関東では受け入れられず、ネットテレビは翌1963年6月水曜日昼枠で地元芸人を中心としたテレビ寄せを立ち上げる。毎日放送ではテレビ寄せもネット受けするが、今度は逆に近畿圏の視聴者が東京の寄せになじめないという理由で低迷。 このため、一ヶ月で打ち切り、七月からは水曜、正午枠を自主編成に切り替えて三日は、単発で、ハワイアニ賞を、10日から、グロリア魔法瓶製作所の一社提供枠として、グロリアホームクイズ歌って当てて配難点を開始した。関東での公表によって、テレビ寄せが日曜正午へ移動した同年十月の、改編で、ネットテレビも、サモン日曜笑い劇場の放送を打ち切り、 結果的に時期を置いて、互いに打ち切り合う形になった。その一方、水曜正午枠の、歌って当てて配難点が、全国ネットに昇格した。当時毎日放送社長だった、高橋晋三は、江戸商芸は、関西では、受け入れられにくい。テレビ寄せの視聴率が低迷するのは当社にとって、わかりきっていたことで、互いに打ち切り合うという判断は正しかったと述べたと。 言う。ただし、1965年4月から8月まで、産業食品の提供で、単面お笑い寄せと解体して、土曜14時14時45分に、遅れネットしていたなど、毎日放送でも、テレビ寄せの放送が再開されていた期間があった。高橋の腹心で、後に社長となる、斉藤守る喜びが中心となっていた毎日、放送営業局は、 大正製薬が日曜12時台のネット系全国ネット提供をテレビ寄せに一本化する方針だったにもかかわらずテレビ寄せと日曜お笑い劇場が同じ放送時間になったという理由で引き続きお笑い劇場のスポンサーとして残るように依頼する大正の社長だった上原昌吉は最終的に高橋の説得の前によれ出向継続を了承した これによって、お笑い劇場は、関西ローカルベースでの存続が決まり、お笑い劇場の1年前にスタートしていた、スチャラカ社員で前世を極めていた朝日放送を、追撃する体制を整え、ついには、視聴率逆転に成功。これにより、毎日放送の看板番組として、超年間解消まで、この時間帯の在反民法トップを独走した。ただし、 互いに打ち切り合った当初は、テレビ寄せと、サモン日曜お笑い劇場ではスポンサーが異なっていた、ため、完全な企画ネット番組という位置づけではなかった。一方の朝日放送は1966年、スチャラカの担当ディレクターだった、沢田隆二が、曲者移転に合わせて、テこ入れを目論むが、脚本の香川俊著が猛反発して番組からの降板を余儀なくされ、 翌1967年4月に打ち切りに追い込まれる。その後も朝日放送はお笑い劇場の裏番組として同種のコメディ番組をぶつけてくるが、のきなみ視聴率を取れず、1年どころか半年もたずに打ち切られるケースが続出して間の時間帯と呼ばれるようになる。さらに、戦術の沢田と香川の対立は同じ日曜日の夕方に放送されていた。 手なもんや三度かさに飛び火し、こちらも1968年4月改編で打ち切られた。これを受けて朝日放送は、後続番組のスタッフから沢田を外し、後に沢田が東坂企画を立ち上げる伏線となった。そして1971年1月、朝日放送は、現在も続く、新婚さんいらっしゃい、を、開始。 旧大阪テラビ時代の、大ら家の、びっくり取り物帳、以来14年間続いた日曜12時代のコメディの、放送を一度は諦める。その、新婚さんも最初は1年以内で打ち切られるのでは、ないかという、半ば諦めムードの中で立ち上げられたとまで言われている。やがて、よう笑い劇場のタイトルで、地方局にも番組販売という形で、再び放送されるようになった。 しかし、ネット系列局のある地域であっても、中共広域圏では、当時の名古屋テレビや、中京テレビではなく、長い間東海テレビで土曜正午から、放送されていた。また、広島県でも、広島ホームテレビや中国放送ではなく、広島テレビで放送されていた。1974年5月18日から、梅田花月の演芸中継と合わせた。 カ月爆衝撃場を笑って笑って60分として放送された。状況が一変したのは1975年3月31日、いわゆるテレビネットの超年展開消によって、毎日放送のキー局が東京放送に変わったことである。この時、対処制約は、テレビ寄せがまだ関東地区で一定の支持を得ていたこともあって、ネット系列での企画ネットによる、 出港継続を決定。これにより、日曜12時台の対象提供枠を13年間続いた、毎日放送から引き上げて朝日放送へ移行した。こうして朝日放送で新たにスタートしたのが、日曜小劇場、あっちこっちでっちである。これを受けて、毎日放送は、日曜お笑い劇場を現在と同じ1時間枠に変更。 当時正午からだったお昼の JNN ニュースを JNN 配達協定の絡みで同時ネットしなければならなくなり開始時間に制約ができたこと。また、日曜日の午後1時台が朝日放送から移行した東京放送発番組の絡みで使えなくなったこと。さらに、朝日放送で土曜日に放送されていたお笑い過月劇場にぶつける必要性があったことなどから、 土曜15時15時55分に移動させた。そして、対象制約に代わる地場スポンサーを、吉本工業と共同で開拓、番組の継続に目処をつけた。1976年4月10日から、番組名が、下月爆笑劇場となる。その後、日曜12時台には、後続番組だった、がっちり開幕、ま、ショーを移動させるが、JNN ニュースによる、 開始時間の制約で視聴者の多くが朝日放送の日曜衝撃場に流れ1975年末がっちりショッピングに全面リニューアルしたものの結局1977年4月改編で終了したこの改編で正午からの JNN ニュースがその前の午前11時台に移動し時間制約はなくなったものの毎日放送は か月爆笑劇場を日曜日に戻して朝日放送の日曜小劇場にぶつけることはしなかった。この結果、毎日放送では日曜日12時台の番組が数ヶ月で目まぐるしく変わっていき、1960年代後半の朝日放送も真っ青の間の時間帯となった。その結果、 1979年10月改編で自社制作枠を14字枠と交換の形で東京放送制作番組のネットに変更、大らけ以来21年にわたった JNN 系列、日曜12時代の関西発、バラエティ番組の歴史が途絶えることになった。視聴率面でも、アッコにお任せ。がスタートする1985年まで苦戦を強いられ、続けた。 その後、花月爆笑劇場は、土曜12時台に再度移動する。1987年、ナンバグランド花月が開館するが、当初ナンバグランド花月では新喜劇工業は行われず、梅田花月での工業、収録が続けられた。同じ頃、朝日放送は、ザ・働け工業の打ち切りをもって一度は、 日曜小劇場としての新作制作を中止、お笑いか月劇場を土曜日から日曜日に移動した。ものの、翌1988年4月改編で打ち切り、5月には、ナンバか月も閉鎖された。しかし1989年の、新喜劇やめよ、うかなキャンペーンで、若手中心の、ニュー新喜劇チームが、梅田か月から、ナンバグランドか月に移動。 1989年10月29日から番組名が現行の吉本新喜劇のタイトルに変更される。翌1990年3月梅田花月が閉鎖され、当番組の公開録画の会場も長年慣れ親しんだ梅田から南場に移動した。2001年4月改編で土曜日午前にローカル生ワイドセア年がスタートすると、 12時代もそちらに当てられることになり、せやねん。終了後の午後1時台の放送に変更され、現在に至る。一方、日曜小劇場は1991年10月から、日曜昼枠に復活して放送が続いていたが、視聴率低迷により2013年3月を、最後に終了した。出演者は、毎回1個となる。末尾の院は座長。なお、 早くとすべての劇団員の氏名は、吉本新喜劇の在員を参照のこと。ルミネオープン時に、NGK から拠点を移したメンバーなお丸印の、メンバーはルミネでの座長元ルミネ、元、NGK メンバー2009年9月12日、吉本新喜劇が終了後の14時15時24分に、全国ネットで放送。吉本新喜劇が、全国ネットで放送されることは、 長吉本新喜劇以来11年ぶり番組内容は今田浩二と小籔和豊が座長を務める吉本新喜劇50周年全国ツアーのうち2009年7月5日にシアターブラバで行われた大阪公演花月警察24時の模様と今田や愛田平、池の目高、東野孝二、藤井隆岡村隆史、千原ジュニアなど 過去の新喜劇の名場面や、お蔵入りになった、島木常ジ,ジの流血事件などの、お宝映像などで構成した。進行は、小矢部と宇都宮が担当し、今田はご意見番として登場した。ナレーションは、橋本の子が担当。毎日放送や中国放送では当日は2時間30分、放送された。 2010年8月28日の12時54分15時30分に毎日放送開局60周年記念番組として放送。通常の舞台中継に加え小藪和人よ主演によるドラマ仕立てのコントが組まれた。内容はケーキ屋の息子小藪が2010年夏から1968年夏にタイムスリップし同じくタイムスリップした。 内場勝則と遭遇。内場から、決して未来を変えることをしないように忠告されつつ、結婚前の父のもとで、アルバイトとして、働き始めて未来に戻るという内容。毎日放送60周年記念番組として、放送されたことから、毎日放送で放映された、過去のバラエティ番組の中から、ヤング王。王。猛烈。死後期教室。夜は、 くねくね、突然ガバチョの一シーンが番組内の随所で放送された。また、舞台では、浜村淳が、ありがとう浜村淳ですのテーマに乗って、ゲスト出演した。お正月限定。超豪華な、吉本新喜劇 SP は、2018年から TBS テレビ制作で、毎年1月1日に放送されている、吉本新喜劇の特番である。 概要番組収録は毎日放送版と同じくナンバグランド花月で行われ座長が複数出演する前年末の特別工業を放送している2018.2019年版はこれに加えて新喜劇に所属していない吉本所属タレントや吉本工業以外に所属するタレントをゲストに迎えたロケパートも本編終了後に放送されていた TBS テレビで、吉本新喜劇が放送されるのは2009年9月12日に、TBS 系列全国ネットで放送した、吉本新喜劇50周年記念特別番組、初めての人でも、絶対笑える、吉本新喜劇50周年 SP、今田浩二と、愉快な仲間たち以来9年ぶりである。この特番は、全編ローカルセールス枠での放送になるため、 ネット局は、TBS テレビなど一部局のみの放送となっている。また、関東地区においては毎日放送版を放映する、東京 MX とテレビ神奈川では放送されず、毎日放送版を放送しない TBS テレビのみが、放送する形になっている。出演者放送リストネット局例、同時ネット、遅れネット、非ネットスタッフ新喜劇に出演した。 座長経験者及び座員の成居後には本放送とは別に各出演者の名場面とエピソードを特別番組で振り返る。ありがとうございます。